フロイド・カルドスは、インド出身のアメリカ人シェフだった。インドのムンバイ生まれ。ニューヨークのレストラン、パオアラとタブラのオーナー兼総料理長であり、2011年に料理番組トップシェフマスターズで優勝したことで知られている。カルドスが、ニューヨークで営むレストランは、インドの風味、薬味と西洋料理のテクニックを融合させたインド料理を出していた。カルドスは、 インドのムンバイにあるセントアンドリューズ高校とセントザビエル大学に通った後スイスのレロシシュ大学で学んだ。1988年にアメリカ合衆国のニューヨークに移り住んだ。1992年にレスピナスにて料理長のグレークンツの下で働き始めた。部門シェフから副料理長まで様々な立場で働いた。1997年には レストラン経営者のダニー・マイヤーと協力してタブラをオープンしユニオンスクエアホスピタリティグループとの提携を始めたタブラはニューヨークタイムズからの三つ星レビューなどのいくつかの栄誉を獲得して2010年に閉店した2008年にオンライン食料品店フレッシュダイレクトと共同ですぐに調理できる食品のシリーズを売り出した カルドスが料理コンサルタントを務めた2014年公開の長編映画マダム・マロリーと魔法のスパイスはフランス料理とインド料理が融合した物語となっている。2015年にインドのムンバイにボンベイ食堂をオープンした。2016年にニューヨークの双方にオープンさせたパオワラは2019年には閉店して新たに ボンベイブレッドバーとして設計し直した。カルドスはジェームズ・ビアード財団賞に4回ノミネートされ、2冊の料理本を執筆している。料理番組トップシェフマスターズ第3シリーズの優勝者でもある。その賞金はマウントサイナイ科大学の若手眼研究基金に寄付した。2011年に雑誌 GQ の最も影響力のある世界的なインド人。 上位50人に選ばれた。カルドスと彼の妻で共同事業者のバルハにはジャスティンとピーターという名の二人の息子がいる。カルドスは2020年3月25日にニュージャージー州モントクレアのマウンテンサイド病院において新型コロナウイルス感染症により59歳で亡くなった。3月8日にインドからフランクフルト経由でニューヨークに戻った後、 3月18日にウイルスの検査で陽性となり、病院で治療を受けていた。カルドスは現代インド料理の父と呼ばれている。彼はインドで生まれ育ち、シェフとしてニューヨークの有名なレストランのキッチンを率いた最初の人物だった。ニューヨークを拠点とするフードライターのプリヤ・クリシュナは、インド料理店が特色を出しながら質が向上していき、 代々的な成功を収めるようになったのは、その大部分が、カルドスのおかげだと評している。ありがとうございます。